にちは、佐々木です。本日はメルカリ中国輸入転売ができません。2020年2月の中国輸入転売の現状を説明します。というテーマについてお伝えします。それでは早速いってみましょう。はい、この動画はですね、中国輸入の今現時点ですね、輸入が今非常に厳しくなってまして、その現状ですね、ぜひ説明させていただきます。はい、こちらですね、まずですね、今日私の代理店にちょっと連絡をしてみたんですよね。そうしましたらですね、なんとですね、コロナウイルスの影響がかなり大きいみたいで、活動ができないと連絡がありました。はい、工場とかね、問屋さんも全て止まってまして、商品の輸入ができないんですよ。もう全然できないので、輸入ができないと言われました。で、注文はできるんですけど、できないって言われたんで、ちょっと困ってるんですね。で、これはですね、中国政府のですね、容認ですね、がないと、活動はできないって言われました。で、中国は基本的にですね、共産主義なので、やはりね、中国政府の、指示で、ね、動いてるので、まあ、日本と違ってね、その個人活動みたいにできないようなんですよね。はい。なので、ぜひね、今現時点で、まあ、かなりね、輸入に、のね、解除はね、時間かかるって言ってますので、ぜひね、これから始める方とか、まあ、今ね、困ってる方のね、こういったコロナウイルス影響非常に大きいので、ぜひね、注意していただければいいかと思います。はい。はい、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアル、プレスボス日記のスタンプお願いします。あと、YouTube が質問一切受け付けてません。LINE と登録後によろしくお願いします。本日は最後に見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。